彼女が家に行くとさすがにさ、女隣にいるときにさ、うん、はいということでねとか声出せねえじゃん。かっこつけてんのに普段はさ、おいっつって、買ってこいよ、パン、アンパン買ってこいよとか言ってんのにさ、それ可愛いキャラじゃねえのにさ、俺。彼女逆に気使ってアンパン買ってってくれるわ。そうそう。この前さ、もう入ってこないと思うけど。もうシャアなしでさ、うん。ちょっと、絶対その日に6ポケあげなきゃいけない日で。あ、う、あ、ん。彼女にさ、財布を渡してさ、もう理由は聞かずに満喫に行ってくれ、つってさ。もう理由はさ、ほんと聞かねえでくれって。物分かりがいいやつだからさ。うん。分かった、つって出てったけどさ。出稼ぎに行く女の目だった、あいつは。もうほんとにそっから何にも聞かれてない。何も聞かれてない。おお、ただいまーって帰ってきて。彼女の中では察しがついてるはずだと思うよ。あ、だけど、財布の中身は激減してたけどね。やってくれたな、つって。ありがでほとんど使われてた。6000円ぐらい使われてた、満喫で。どうやって使ったんだよ、つって。徹底満喫以外に使ってるやん。おー、でもなんかそこで突っ込むわけにいかねえじゃん、あんまり。突っ込んだら多分、うんこちゃんも逆に突っ込まれるよ。ああ。じゃあ何してたろうってなるよ。だからそう、なんかちょっと自重してしまってさ。まあ、しゃあねえか、みたいな。そうそう。6000円で、6ポケ1パート6000円だったらいいかな、つってさ。なかなかリーズナブル。俺、だからもう相当実況で金食ってんだよ。もう、なんぞ、間接的に金が超減ってくる。1、8万再生を6000円で買ったみたいな。まあそうだね。安いもんだよね、多分。すげえな、それは。だって怒られるんだもん、視聴者に。視聴者怒っからさ、ちびっこがさ。